ウィンターセットといえば小説マディソン軍の橋。そのストーリーにおいて重要な位置を占めるこのローズマンブリッジは小説、映画のヒットにより世界的に知名度を上げた。この写真は2001年10月ランスラー戦撮影。ウィンターセットはアメリカ合衆国愛を和州南部に位置する都市、マディソン軍の軍庁所在地である。 州都デモインの南西高約5 0トルに位置し、車では45分ほどである。ただし、ウィンターセットには、週間高速道路は通っていない。人口は5190人。ウィンターセットは、北緯41度20分9秒、整形94度、0部50秒に位置している。地域面積は9 1平方メートルである。市街地は、東西。 南北ともにキロメートル程度の範囲内に収まっており、北西の外角を国道169号線と修道92号線がバイパスしている。この地に小さな集落ができたのは1849年のことである。ウィンターセット市当局とマディソン軍歴史協会は、この年をウィンターセット市創設の年としている。1999年の夏には、 ウィンターセットは150周年を祝った。ウィンターセットとその周辺はカバードブリッジで知られている。マディソン郡内には6カ所のカバードブリッジがあり、そのうちの一つ、カットラード・ナホー・カバード・ブリッジは元々の場所からウィンターセット市街地の南東部にあるウィンターセットシティ・パークに移設された。小説、マディソン郡の橋においてはローズマンブリッジがストーリー中で重要な位置を 閉めている。同小説は、クリント・イーストウッド監督、イーストウッド及びメリル・ストリープ主演で映画化され、ウィンターセットで撮影が行われた。その撮影には、ウィンターセットシティパークに移設された、前日のカバードブリッジと、同行園内にかかっている石橋が使われた。映画の撮影のために、ヒロインのフランチェスカ・ジョンソンの家も建てられ、これも観光名所になっている。 その他の名称としては、ウィンターセットシティパーク内にある大理石像の塔、クラークタワーが挙げられる。この塔は1926年に、マディソン軍創設80周年を記念して、軍への最初の入植者である石膏、ケーレブ・クラークとその妻ルース・クラン、周囲に高い建物が何もないため、周辺を一望できる展望台となっている。市の中心部、タウンスクエアの中央には、 マディソン郡地方裁判所が建っている。この歴史的建造物は、もともとは1868年に建てられ、その後火災により一部消失したものの、1876年に建て直された。また、ウィンターセットは、野球選手、フレッドクラークや俳優ジョン・ウェインを生んだ町としても、知られている。ありがとうございます。